さん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。あのグフってモビルスーツに出てこられたら、ガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロさんだ。連邦最強の若きエースパイロット。こちらブライトだ。早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、起動します。艦長、アムロ総長をお連れしますね。ブラウの報告通りか。分かった、船の直縁に回れ。フラウボーなんてよこしやがって。ブライトが自分でクリアいいんだよ。艦長も余裕がないんですよ。守り込める別ルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破か回り込んで側面をつくか判断は任せるわ。やるな。当たれ。これはどうだ。落ちる。当てる。ランバラル隊の通信を傍受。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。あ、はい、ラール隊員。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。本当に過去が繰り返されてるんだ。繰り返しとは少し違うよ。シミュレーションをし直してるって感じかな。そこ動くな。こいつが連邦の白いやつ、ガンダムか。我々の標的はあくまで木馬だ。モビルスーツごときにうろたえるな。かわせるか。深く。ユウさん、迎えに来てくれたのか。急ごう、アムロ総長さん。まだなのか。捕らえるか。ホワイトベースから通信。ユノ、遅いぞ。何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムもそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと独断専行は重罪だ。だが今は頼らざるを得ん。いいな、アムロ。役者は揃ったけど時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが着底したままだ。本来なら取り付いたグフを背面飛行で釣り落として上空へ退避してるはずなんだけど。背面飛行？艦内どうなっちゃうわけ。未来さん、無茶するな。動くな。
テリア、テリア。これはどうだ。逃がさ。ぜい。当たれ。この野郎。俺だって。当たってくれ。かわせるか。そこか。いただきよ。落ちろ。落ちる。落ちろ。当たれ。ぜい。木馬を落とす。抜かるなよ、お前たち。ザクとは違うのだよ、ザクとは。ガンダム・バルバトスにならなかった。グフのままね。クルーミッションだからね。歴史は正しく流れてるってこと。さあ、兵士の運命を決めるとしようか。ガンダム。グフめ、指示を成立させるためにはここで勝たないと。聞いた通りよ、小隊長。ガンダムと一緒にグフを撃破して。アムロ総長さん、油断しないでね。グフにはジオンのエースが乗ってるから。ああ、あのグフは強い。させるか。こいつ正確な射撃だ。それゆえコンピューターには予想しやすい。サンクキングダムに戦闘したグフと動きが全然違う。搭載したコンピューターの違いなの。パイロットの能力が機動性能を限界まで引き出してるんだよ。相手は青い巨星。ほう、思い切りのいいパイロットだな。手強い。しかし、すごいパワーだ。さすがベテランのノルグフ。相手を怯えつけ隙ませるほどの威圧感。だからって負けられない。小隊長、アムロ総長、頑張って。了解。やるな、ガンダム。しかし、こちらとてまだまだ操縦系統がやられたわけではない。来た。このグフのパイロット、もしかしたら。ここだ、モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年は。やっぱり。お前はさっきの坊やか。僕らを助けたのは。どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。ま、負け惜しみよ。待て。ラル隊員の脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレーク修正は完了。よかった。アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は、僕はあの人に勝ちたい。こういう時は臆病なくらいがちょうどいいのよね。